汗で体の水分を出し切る原料法、水抜きを行うという。30分 やって10分ぐらい休んでまた20分ぐらい入るです。しかし、しんどい。もうちょっと明るい向きするな。ちょっと沈むまったら一回こぐのやめて、そのままでいい。もうそのままで汗出るから。よくできましたよね。でもここまで、あと20時間ぐらいで終わる。無事に 61.2kg で計量をクリア。そして4度目の減量となった佐藤も問題なく計量をパス。そして迎えた試合当日。で、現在光 TV で独占配信中の PXB の公認次世代ボクサー発掘プロジェクト、ボクサーズロード。まあ、この戦いのいよいよ決戦なんですよね、バレンさん。そうですね。いやー、もうなんかすげー楽しみ。なんかもうついにフェニックスバトルがスタート。マサト、山本美優、細川バレンタインが見守る中、第一試合の佐藤と小川は各々リング脇にスタンバイ。楽しみです。はい、楽しみ。はい、この1ヶ月間もですね、できたっすもんね、収録ちゃんとやってきましたもん。負けるわけがない。4月から始まったボクサーズロード。泣いても笑ってもこの舞台が3ヶ月歩んできた成果の全てを出す場所。ボクサーズロードの終着点でありスタート地点。アンダーカードの決勝戦がついに始まる。賞金120万円を手にするのはどっちだ。ライト級の4回戦。あ、今松本トレーナーとジャスティストレーナー、この距離ね、やらないと思うんですよ。特にジャスティスとか、アンリーの指導を受けたということであれば、遠い距離から入っていくんじゃないかなと。なるほど。残り30秒、試合の均衡を破ったのは佐藤。ナイス。でも佐藤 の右フックもちょっと怖いですね。左ストライクしました。焦んなよ。オッケー、座って。立ち上がったものの一方的にダウンを取られたままラウンドを終えた小川。こっち向いて。大きく大きく大きく。大丈夫、まだ第一ラウンド。お前のパンチが当たっていい紙一重なんだよ。オッケー。一回目。もう一回目。これぐらい勝たなきゃ。これぐらいですから。そうそうそう、オッケーオッケーオッケー。ナイスナイス。オッケーオッケー。ここで第3ラウンド終了。残すところ第4ラウンドのみ。ここまで攻勢を見せた佐藤に対して後がなくなった小川に松本は、勝負かけろ、勇気を持って、勇気を。もうラストだぞ。あと3分だよ、人生の中の3分だよ。自分がどれだけできるか、この3分にかける。分かる。パンチに魂を込めるの。OK。オッケー。人生かけろ、この次の段階。人生かけろ。パンチもらった人だろ。左で揺さぶって、左で。頑張れ、自信持て。最後まで松本トレーナーが一つ声をかけます。さあ、最後の第4ラウンド。松本の言葉を背に、ボクサーズロード、ラストラウンドが始まった。思いっきり佐藤追ってきます。ボディ打て、ボディ。でも、いつもノーマンションぐらいはね。無理すんなよ、そこ。もう一回動け。手で顔面上げて。ほら。笑った。ああ、右のフック、空を切る。ナイスパン。右のフック。今ゴングの瞬間にジャスティストレーナーが立ち上がりました。ねえ。勝者、青コーナー。プロ4戦目の佐藤がデビュー戦の小川を下し、ボクサーズロード優勝を手にした。あ、今ジャスティストレーナーも小川選手と良かったって言ったんだね。右ストレート、右ストレート、フックと右の使い分けが、はい、良かった。さあ、優勝賞金、その目録、ボードが渡
されます。120万円です。おめでとうございます。ボクサーズロードの卒業生として僕ら本当にね、もう応援してくるんで、ね、本当に目標は高く世界チャンピオンを目指してやっていってもらいたいなと思います。これからも頑張ってください。ありがとう。じゃあ今日はおめでとうございました。ありがとうございました。惜しくも敗退した小川は、勝ちたかったですし、自分なりには一生懸命やったつもりです。次またボクシング続けるっていうのなら、もっと練習して勝ち続けていきたいですね。はい、光 TV 独占ボクサーズロード。